2007 J リーグディビジョン2第48節ザスファクサス対東京ヴェルディ1969、上位チームにどこまで食い下がれるか草津、怒涛の8連勝で J1 昇格に向けて残り4試合となった東京ヴェルディ。舞台は長野県松本市にあります総合球技場アルウィンです。若干緩い風が吹いているアルウィンですが、天候は現在晴れです。気温が 17.6 度、湿度が 55% あります。それではこの試合解説ご紹介していきましょう。この試合の解説はザスパ草津アドバイザリースタッフの小田島孝之さんです。小田島よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、見どころを伺う前に前節の J2 の試合の結果からお伝えしていきましょう。前節第47節ですが、首位の札幌が1対0と徳島を破りました。東京ヴェルディは3対2、3点をリードして2点、追いつかれるというケースでしたが、3対2で逃げ切りました。そしてザスパ草津は1点を先制しましたが、アビスパ福岡に逆転負けを喫しました。第47節仙台が対戦ありませんでした。そして J2 の第47節終了時の順位表です。首位が札幌です。東京ヴェルディは勝ち点が83で現在2位、アンダーラインが引いてある2位までが自動昇格ラインです。そして3位が入れ替え戦ということになります J2。 そして11位は38、勝ち点38の草津が現在11位という順位です。そして J2 ここまでのゴールランキングです。現在首位を走っているのが35ゴール復帰、2004年の川崎フロンターレ、ジュニーニョの37ゴールにはあと2ゴールと迫ってきています。その他パウリーニョ、アレックスが24ゴール、日本人選手ですと鳥栖の藤田が22ゴールを奪っています。そして両チームの過去5節もご覧いただきましょう。ザスパ草津は現在11、7勝17分け19敗。過去5節を見ますと1勝2分け2敗です、1点差のゲームが非常に多くなっている草津、勝ちきれないという状況が続いています。17分けは、リーグの中で最も引き分けの数の多い17分けです。そして一方の東京ヴェルディ1969ですが、8連勝ということで過去5節を見てもちろん5勝ということになりますが、現在2位です。25勝8分け11敗8連勝と爆進中の東京ヴェルディ1969です。そして3月3日に開幕した J2 ですが、今シーズンはここまで草津対東京ヴェルディは3試合ゲームが行われました。開幕ゲーム3月4日のゲームは東京ヴェルディのホームで5対0と東京ヴェルディが圧勝しました。第21節は0対0スコアレスドローの引き分け。そして第3回目の対戦ですが、ホームで東京ヴェルディが3対1と草津を破っています。ここまで草津は昨シーズンからも含めて東京ヴェルディには勝ちがありません。前節草津はアウェーで福岡に先制点を奪いましたが2対1と逆転負け。一方の東京ヴェルディはホームで鳥栖を迎えました。復帰の2ゴール、そしてオウンゴールということで3点を先制。鳥栖に2点を奪われましたが3対2と逃げ切ってこの第48節を迎えています。現在 J2 は J1 昇格争いも注目、そういった中で第48節を迎えた J2 です。2007 J リーグディビジョン2ザスパ草津対東京ヴェルディ、長野県松本市にあります総合球技場アルウィンからお伝えしています。まもなくキックオフを迎えようというアルウィン、メインスタンド、そしてバックスタンドもかなりのサポーターが詰めかけています。そういった中で東京ヴェルディがザスパ草津にどういうゲームを仕掛けてくるか注目の一戦ということになります。この時間は2007 J リーグディビジョン2第48節ザスパ草津対東京ヴェルディをお伝えしています。
この時間は2007 J リーグディビジョン2第48節ザスパクサス対東京ヴェルディ1969の試合をお送りしていきます。長野県松本市にあります総合球技場アルウィンです。すでに多くのサポーターがこの会場に詰めかけています。現在気温が 17.6 度、湿度が 55% あります。この試合の解説はザスパクサスアドバイザリースタッフの小田島孝之さんです。さあ小田島さん、このゲームなんですけれども注目見どころたくさんあると思いますが、どんなところにポイントを小田島さん置きますでしょうか。そうですね、ヴェルディはもう昇格がかかってる残りの試合、草津としてはどうしても勝ちきれてないゲームが多いのでね、こういった上位相手でも勝ちに行きたいゲームを目指していると思うんですけども、はい、そういった中でやはりヴェルディの復帰ですよね。もう注目しないわけにはいかないような選手になってますけども、はい、彼をどうやって抑えるかがもう本当に今日のポイントになってくると思いますね。まあ、草津は復帰対策、まあ、あるいはディエゴ対策という対策を十分取ってくると思われます。試合前、植木監督は、まあ、なんとか上位チームに一泡吹かせたいという話をしていました。そして J2 の順位も確認しておきましょう。現在札幌が47節終了時で首位に立っています。東京ヴェルディは2位、勝ち点1差です。そして3位には京都です。ザスパクサツは11位、勝ち点が38ということになります。47節はベガルタ仙台のゲームは行われませんでした。それではこれ両チームのスターティングイレブンをご紹介していきましょう。まずホームのザスパクサツです。ゴールキーパーが背番号1番の本田、ディフェンスが4人です。右に7番の佐田、中央に4番の田中、仙台戦9月23日の仙台戦以来のスタメンです。3番の尾本が中央、左に2番の寺田です。ボランチに30番の松下と今日 J2 通算300試合を達成する秋葉、18番の桜田が3人のボランチです。トップ下に6番の鳥塚、そして35番の彼かと9番の高田、以上のスターティングイレブンです。率いるのは植木重治監督です。そして草津のサブのメンバーです。ゴールキーパーが22番の北、ディフェンスが北康と藤井大輔がそれぞれサブに入っています。中盤に佐藤大輝、そして佐藤正美とフォワード入っています。藤井大輔と佐藤大輝が前節のスタメンからサブでの今日ゲームスタートということになります。一方の現在2位の東京ヴェルディのスターティングイレブンです。ゴールキーパーが21番の高木、ディフェンスが18番の貝本と17番土屋、4番の戸川、22番ベテランの服部が左サイド、ボランチに6番の菅原と11番の大野、右サイド31番のシューバー、そして左には20番の広山、10番のディエゴ、そして9番の注目の復帰ということになります。復帰とディエゴが縦の位置を形成してゴールを奪っていく東京ヴェルディ、率いるのは来日して30年目になりますラモス・ルイ監督です。そして東京ヴェルディのサブのメンバーです。ゴールキーパーが吉原、ディフェンスが富澤、そして福田、飯尾と柴崎と入っています。サブのメンバーは5人、交代は3人まで認められています。そして試合前の表情などを伝えてもらいましょう。ピッチリポートは武藤典子アナウンサーです。武藤さん、お願いします。はい、昨日の大雨から一転、気持ちのいい秋晴れに恵まれました。午後になり少し涼しくなってきましたが、走り回る選手にとってはちょうどいい気温となったようです。さてここアルウィンは球技専用のグラウンドということで、ザスパクサツの植木監督も芝の感触にはほっとした表情を浮かべていました。剥げているところ、穴が開いているところがないのでプレーしやすいのではないかと話しています。そして8連勝中と波に乗る東京ヴェルディに対しては、復帰選手とディエゴ選手のラインを消すことが重要だと対策を練り、ディエゴ選手からのパスを出させないようにと練習を積んできたようです。勝ち点を奪い上位チームを混戦させたいと意欲を燃やします。一方東京ヴェルディのラモス監督、どんな試合でも苦しい時間があるので冷静に耐えなければならないと話しています。ただ要のディエゴ選手、復帰選手ともにイエローカードが3枚ずつということで、交代枠の動きにも注目となりそうです。
J1 復帰へ向け勢いづく東京ヴェルディに草津がどう立ち向かうのか意地を見せたい一戦です。ピッチリポートは武藤典子アナウンサーです。そして両チーム注目の選手を小田島さんに挙げていただいております。紹介していきましょう。まずザスパ草津なんですが、35番フォワードのカレカ選手を挙げていただきました。はい、まあ、注目の一、まあ、人ということですね、カレカ。はい、そうですね、今草津の中で唯一のブラジル人、地下が怪我しましたので、はい、なんですけども、まあ、得点がないのでね、それに期待したいんですけども、前節アシストしましたし、はい、まあ、それまでは得点がないながらも、チャンスメイクというのはしっかりしてますので、まあ、チャンスメイクできれば得点もしてほしいですね。7月中旬に草津に新加入しました。14試合814分ここまでプレーしまして、まだ得点がない彼か、まあ、草津のファンに認められるためにも、ここで初ゴールといきたいところでしょうか。そして一方の東京ヴェルディですが、東京ヴェルディは9番の復帰選手を挙げていただきました。そうですね、もう先ほども言いましたけども、もう彼抜きにはヴェルディを語れないというぐらいの、本当に35ゴールですからね。そうですね、もう40数試合の中の35ゴール、もうスピード、パワー、高さ全て兼ね備えてますよね。はい、はい、まあ、今シーズンここまでハットトリックを3回達成している復帰、まあ、今日は股関節の痛みをやや鎖で抑えて、必要するという情報も入ってきます。まあ、こういった復帰に対して草津はどう守ってどう攻めていくのか、注目の一戦となりそうです。長野県松本市にあるアルウィン、両チームのイレブンがピッチに姿を見せました。ザスパ草津は上位チームにどこまで食い下がれるか。一方の東京ヴェルディは怒涛の8連勝で J1 昇格に残り4試合となった。12試合負けのない東京ヴェルディ1969。ザスパ草津は35番のカレカに注目。そして東京ヴェルディは背番号9番の現在 J2 得点王復帰に注目が集まります。この試合の解説はザスパ草津アドバイザリースタッフの小田島孝之さんでお送りしていきますが、小田島さん、はい、やはりこの復帰をどうやって草津は止めていくのか、この辺に焦点が絞られそうですね。そうですね、対策をネット止められるような選手では本当ないんですけども、そんな中でも本当に、どんだけ彼を抑えることによってゲームの流れというのは本当にかかってくるので、はいはい、そしてここまで14試合に出場しているザスパ草津のカレカ、そろそろ得点の匂いがしてきそうな、そんな予感も感じられます。まあ、チャンスはたくさん作ってますし、シュートも打ってるんですけどね、本当に枠に入らない、はい、そういったところですよね。そしてこの試合の審判団です。主審が鍋島正樹さん、副審が加瀬忠さんと阿部博さん、第4の審判が笹澤淳さんでこのゲーム裁かれます。35番のこの選手がカレカ、まあ、植木監督もそろそろこのカレカには仕事をしてもらいたい、まあ、この何試合かは新たな選手も使ってきているザスパ草津、そういった中でチームのポジション争いも非常にこの終盤ですが激しくなってきています。まもなく前半の45分のスタートというアルウィンです。現在左にエンドを取っているのがザスパ草津、そして右にエンドを取っているのがグレーのユニフォーム東京ヴェルディです。現在怒涛の8連勝の東京ヴェルディに対してザスパ草津がどこまで上位チームに対して食い下がれるか。昨年1年での J1 復帰はならなかった東京ヴェルディ、1993年 J リーグ開幕から2年連続の名門優勝の名門が J1 復帰まで、まあ、手の届くところまで来ているという状況に入ってきました。ザスパ草津対東京ヴェルディ J2 第48節です。
この時間は2007 J リーグディビジョン2第48節ザスバクサス対東京ヴェルディ1969の試合をお送りしています。解説はザスバクサスアドバイザリースタッフの小田島孝之さんです。まもなく前半の45分の笛が鳴る長野県松本市にある総合球技場アルイン。上位の東京ヴェルディに対してザスパ鬼殺がどこまで食い下がれるか。東京ヴェルディキックオフを迎えます。背番号10番がディエゴ、そして9番向こう側にいるのが復帰。主審の鍋島さんの笛を待つアルウィンです。まもなく前半の45分がスタートします。右にエンドを取ったのが東京ヴェルディ1969、そして左にエンドを取ったのがザスパクサツ。今前半の45分がスタートしました。グレーのユニフォーム、右から左に攻めるのが東京ヴェルディ。今ボールを持っているのがザスパクサツ、紺のユニフォーム。右サイド展開して松下、縦に流れたのがカレカです。これは手前のタッチを割りました。ザスパクサスのスローインに変わります。背番号30番が松下ですが、これは東京ヴェルディのスローインに変わりました。ベテラン22番の服部がスローインを入れます。ディエゴがここは倒されました。笛が鳴りました。秋葉が倒した形になりました。この選手が10番のディエゴ。ここまで11ゴール、東京ヴェルディはディエゴと復帰で46ゴールを挙げています。バットリからその復帰に、復帰がトラップ、ここは挟む形で桜がボールを奪ったか草津。しかしボールはまだ復帰、復帰はシュートが枠の外大きく超えてきました。この試合ファーストシュートは東京ヴェルディの復帰。いや、小田島さん、積極的にやはり立ち上がりから復帰はシュートを打ってきますね。そうですね、今もペナルティーエリアの外なんですけど もう彼はそのペナルティーエリア付近からもう正確なシュート打てますからね。逆に草津としてはああいったところでのシュートは打たせてはいけない、まあ、ペースをつかむきっかけになりますから、はいはい、あとはその辺の付近でのファールも気をつけたいですよね。そうですね、はい、復帰のフリーキックもありますの で, です、ね、まあ、前節でも復帰はフリーキックから得点しています。現在35ゴールの復帰、草津が縦に長いボールを入れました。6番のトリーズが走らせます。ベテランの服部が対応しました。早めのタッチを割りました。草津のスローインに変わります。ここは速いスローイン、松下からもう一度サダ。ルーズボールは広山がボールを抑えるか。あ、笛が鳴って東京ヴェルディのボールに変わりました。試合前、植木重治ザスパクサツ監督はなんとか上位チームに、まあ、一泡吹かせたい、まあ、終盤だけれどもなんとか食い下がりたいという話をしていました。一方の東京ヴェルディのラモス・ルイ監督は前節が終わって毎試合が決勝戦の気持ちでやっている、そう話していました。こちらがラモス・ルイ監督、20歳で来日して今年でちょうど30年目。カレカから前線に鳥塚に合いません。この試合の解説はザスパクサツアドバイザリースタッフの小田島孝之さんです。小田島さんには注目の選手としてザスパクサツは35番のカレカ、そして東京ヴェルディは現在 J2 得点ランキング1位の復帰選手を挙げていただきました。まあ、お互いもちろん注目で今ボールを持っているのが復帰です。ファーストシュートは復帰、そしてディエゴ、菅原から縦に、ここは田中が応対しました草津。まあ、先ほどからディエゴ復帰に対してのマークを、によってゲームの展開が変わるという話はしてるんですけども、はい、しっかりとスペースを与えなければ、ある程度守れると思うんですね。草津、はい、他のチームでもそうなんですけども、やはり取られる位置が悪かったりするとシューバのシュート、まあ、スペースを与えてしまいますので、この
の辺りからでもスペースが空いたらどんどんシュートを打っていきます。キャプテンの大野、そうですね、今はしっかりとディフェンスライン、中盤のラインをしっかり形成してますので、こういった守備だとやられる心配はないんですけどもね。シューバ一旦下げます。18番の貝本、もう一度シューバに、そして最終ラインが土屋、前線に長いボールを入れました。おっと、ここはディエゴはボールを奪った。しかし逆に秋葉がボールを奪って、トリーズか、シュートレンジに入ったか、シュートを放ちましたが、これは勢いがありませんでした。そうですね、今少しキーパー前に出てましたけども、ボール持った瞬間にもう顔上げてましたので、ね、打つかなと思いましたけど、ザスパ草津は最初のシュート、トリーズカのシュートでした。貝本がここはドリブルで上がっていく、スペースがなくなったところでディエゴに、そして左に大きく展開、待っているのが服部、服部から菅原、縦に行く、復帰、ここは松下と田中がつく、広山から一旦下げて服部、大野、ワンツー、このボールは通らない、ルーズボールは復帰、復帰が中に切れ込んでいく、おっとシュート打った、あの位置からでもシュートを復帰は打ってきました。本当にフェイントまた切り返しますけども、本当わずかなスペースを狙って打ってきましたよね。47節終了時までシュートの本数が212本、まあ、群を抜くシュートの数です。そして35ゴールを量産しています。上が鳴ってここはハンドのファール、菅原が早いリスタートを仕掛けました。貝本からシューバ、中盤で空いているディエゴ、もう一度シューバ、長いボールを入れてきました。左サイド広山、まあ、ここはオフサイドという判定でしょうか。広山がポジションオフサイドポジション、非常に足の速い選手ですからね、まあ、ディエゴ付近切り取られていると左の広山、右サイドのシューバー、はい、まあ、非常にワイドにポジションを取ってますから、はい、その辺もうまく使われ始めるとちょっとスペースを与えるようになってきましたね。そうですね、はい、ルーズボールは高田が拾うか、ここは貝本のヘディング、菅原、復帰が動き出している右サイド、そうですね、こういった使い方されるとちょっと怖いですよね。小本が対応か、まだ復帰はボールを持っている、中に送ってディーグには通らない、ルーズボール、菅原、大野からもう一度菅原に、ペナルティエリア内に入ってこようかという東京ヴェルディ、大野から服部、ディエゴがフリーダッシュとか、松下がスライディング、あ、ここで笛が鳴りました。この位置も非常に怖いところなんですよね。右足首を押さえている復帰、少し距離はありますが、東京ヴェルディはいい位置でのフリーキックのチャンス、少し足の裏を見せてしまいましたね。開幕ゲームでは後半の3分に草津対東京ヴェルディ復帰がフリーキックを決めています。前回の大会でも長い距離のフリーキックを取られてますので、前節の突戦でも最初のフリーキック直接決めました。復帰、31番のシューバと復帰、そしてディエゴ、菅原もボールに寄ってきました。壁の位置を今確認しています。シューバがそのまま壁の位置に入っていきます。ディエゴ復帰、まあ、でも一つの見どころですよね、本当にこの彼の左足を見てほしいというような、復帰直接枠の左に外れました。逆に復帰からするとちょっと中央過ぎたのかなという、フリーキックですね。もう少しサイドからのフリーキックですと、
まあ、ニアなのかファーなのかって分からないようなキックをしてくるんですけど、はい、今中央過ぎたのかなっていうのがですね。山田さん、はい、ゴールキーパーの本田選手なんですが、どうぞ。はい、やはりですね、復帰選手まともにフリーキックを蹴らせたくないと話していて、フリーキックを与えないようにということでディフェンダー陣と声をかけていたようです。まあ、不用意なファールはゴール前では非常にピンチになります草津。そしてその草津は前半初めてのコーナーキック、右から松下がボールを置きました。田中、そしてキーパーの前には鳥塚、彼かは中央に位置しています。前半の9分、まもなく10分、草津はコーナーキック、ファーサイドか、中央に彼か、決まった、ゴール。彼かの J 初ゴール、ザスパクサス、ね、前半9分コーナーキックから先制点。まあ、でも非常に今ボールも非常に良かったですね、松下のキックの、右で巻いて落とす、少し見てみましょう、非常にいいボールですね。これは本当にフリーな彼かが正確にヘディング、ゴールに突き刺しました。少し今彼かを含めて、あの中にいる3人が止まらずにずっとマーク外しながら動いてたんですけども、はい、そこをうまく外しましたね。前節の突戦でも東京ベイリーは3点を取ってからクロスボールに対してフリーになる相手の選手が多くなってきました。トスに2点を入れられて、まあ、1点差まで詰め寄られたんですが、なんとか逃げ切ったという東京ベルディ。ザスパ草津が前半の9分にコーナーキックから彼かの先制ゴール。山田さん、はい、その彼か選手なんですが、ブラジルで暮らす奥さんと子供さんに早くゴールの連絡をしたいと話していたんです。今日は嬉しい報告ができそうですね。まあ、2004年には当時の J2 バンコーレコークでプレーしていました。まあ、その時はバレーという選手ね、いますけども、バレーの存在もあって5試合の出場にとどまっていました。この草津に来て14試合で15試合目で初ゴールということになりました。 J 初ゴールを記録した彼か、まあ、得点はなかったんですけどね、非常にポテンシャルを感じているようなプレーはしてましたので。さあ、ここは早いリスタート、田中がクリアしました。前半手元の時計で11分を過ぎました。今度は東京ヴェルディが左からのコーナーキック、この時間帯になってかなり日がかけてきました。長野県松本市にある総合球技場アルビン、復帰の右足、クロスバーの大きく上を越えてきました。非常に集中しますね、復帰。こういったところでショートコーナーをもらいに行く集中の高さを感じますね。ここまで復帰は右足でのゴールは4ゴールあります。左足で29ゴール、そしてヘディングでは2ゴールあります。彼かのヘディング、この彼かの得点で草津が先制。あっと、復帰がまだボールを持っている、下げて広山、アウトサイド、キーパーの本田が抑えました。まあ、今のドリブル見ても分かるように、やはりベルディとしては1点取られても2点3点、まあ、4点5点取る破壊力ありますんでね。東京ヴェルディは1点は先制されましたが、まあ、この後落ち着いて同点、まあ、点を奪っていくということになるでしょう。まあ、最後平山のシュートですけど、やはりうまく流動的に動いてますよね、復帰を中心に。ディエゴ、トカーから服部、そして縦に、復帰には通りません。ここまで復帰に対してのディフェンスというのは、ザスパクサツどうでしょうか。そうですね、久しぶりの先発の田中が非常にもともとフィジカル強いんですけども、まあ、復帰は左が得意なのでね、草津の右サイドの方に流れるプレーが多くなると思うんですけれども。そして2本目のコーナーキック、東京ヴェルディ、野が蹴ってきます。中央には土屋、そしてディエゴがいる。ファーサイド、
キーパー本田がパンチング、ここは果敢に飛び出してきました本田。いいセーブですね。昨シーズンの対戦成績は東京ヴェルディが2勝2分け、そして今シーズンに入っても東京ヴェルディの2勝1分け、昨シーズンから合わせて東京ヴェルディの4勝3分け、草津はまだこの東京ヴェルディに対して勝ちがありません。J1 昇格に王手をかけようという東京ヴェルディ。桜田から右サイドに展開、田中。そうですね、今寺田と、左サイドの寺田、右サイドの佐田を、はい、高い位置になるほどポジション取らせろという植木監督の話ありましたけど、逆に広山とシューバーが高い位置を取ってるんでね、その裏を取ると、逆に左サイドの服部、はい、右の貝本があまり高い位置に来ませんので、なるほど、ちょうど間のスペースが空いてるんですよね。前半15分が過ぎました。彼か高田がボールを奪うか、秋葉、彼か、まだ彼かがボールを持ってスルーパスを狙ったが、あっと2人選手が倒れましたがファウルはありません。ゴールキックに変わります。前では面白いですね。寺田も外から中に入ってスルーパスを受ける。今彼かが前向きましたけども、はい、復帰と同じように彼かも少し前を向かしてスペースを与えると少し怖い選手なのでね、その辺をベルディもケアしていかなければまだチャンスを与えることになると思いますけども。前半15分が過ぎました。ザスパクサツは前半の9分に右のコーナーキックから彼かが先制ゴール、ヘディングのゴール。ザスパはこれで3試合連続の先制点を挙げています。ただ一旦松下に大きく左サイドに展開、このボール通るか、流れてしまいましたけども、先ほど敷根上監督がテラーだとさらに高い位置と言ってましたけど、今見た形に今シューバーが戻ってき、はい、マークつきましたけども、少しあの辺がヴェルディのマークの受け渡しが少し苦手としているのかなというか、はい、今もはっきりと声をかけてレバー貝本にすぐ渡したと思うんですけども、はい、ディエゴからパットリン、中央に大野がスルー、復帰が縦に行く、復帰が倒れていますが、今主審の鍋島さんがその復帰に駆け寄りました。ファウルはないでしょう。流れの中でのプレーということになりました、まあ、クリアボールに対してちょっと奪いに行った形なんでしょうがないですね。少しその復帰、松下が対応した、縦に行く、高田を走らせます、土屋が対応しました。東京ヴェルディ、あーっとこれ激しいプレー、誰かにイエローカードが出ました。このあとですね、ヘディングで競ろうとするところ、そのまま膝がどうやら入ったのか、危険なプレーですね。非常にもったいないですよね。1点取ってまだ始まって20分経ってませんから、はい、これ1枚もらうと少しプレーが、まあ、変わらないと思うんですけども、チームとして影響してくると思うので。そして土屋はどうやら大丈夫のようですね。彼かにイエローカードが出ました。イエローカードというと東京ヴェルディはディエゴ復帰、そして11番キャプテンの大野がイエローカードを累積の3枚、この試合で仮にイエローカードが1枚出ますと、まあ、復帰とディエゴに関しては2試合の出場停止ということになるでしょう。大野に関しては1試合の出場停止ということになります。
まあ、このあたりも田島さん注意しながらもしっかりとプレーをしなければいけない。そうですね、昇格がかかってますんで、はい、ベルディはこのゲームを含めて残り4試合中に入れる。田中はヘディング、笛が鳴ってファールがありました。ザスパクサツはゴールキーパーが本田、ディフェンスが佐田、田中、尾本、寺田、ボランチに松下、秋葉、桜田、トップ下に鳥塚、35番の彼かと9番の高田の2トップ。前半の9分に35番の彼かがコーナーキックからフリーでヘディングシュート、先制点を挙げました。一方の東京ヴェルディはゴールキーパーが高木、ディフェンスが貝本、土屋、戸川、服部、ボランチに大野と菅原、中盤がシューバ、ディエゴ、広山、そしてワントップという形で復帰が入っています。3試合連続ゴールの復帰、非常に復帰に対して今田中が激しいマークをしてますよね。この時間帯試合スタートから見てかなり日がかけてきました。長野県松本市総合球技場アルビ、1対0草津が1点をリード。大野がパスの出しどころを見ました。菅原から戸川に、もう一度菅原、服部が、広山ヒールで落として復帰が立てに行く。復帰、広山が中に、大野に姉か、ディエゴ、ここも草津が何とかしのぎました。シューバの足に当たってザスパ草津のスローインに変わります。草津が1人2人残した状態で残りのメンバーが全て引いてはいるんですけども、そういった中でもペナルティエリアに侵入してきますよね、ヴェルディは。そうですね、本当に個人の力が高いなっていうのを感じますね。秋葉から高田に長いボール、中央には彼か1人、高田が中に持っていってコーナーキックを取りました。秋葉に対してナイスボールという表情を見せました。9番の高田、彼らしいですね、しっかりとスペースに流れて、まあ、2人囲まれたんですけども、まあ、相手の間を通れば抜けるか、もしくはコーナー取れるだろうという意識のもとでプレーをしていると思いますね。今のも前半21分を過ぎてザスパクサツは2本目のコーナーキック、今度は左から。前半の9分には右のコーナーキックから彼かが先制点。前半21分を過ぎました。松下から今度は右サイド、キーパーの高木がパンチングマナールーズボールになっている。田中シュートはできるか、最後は秋葉でしょうか、最後は尾本。草津はチャンスでしたがシュートまで至りませんでした。少し2本ともヴェルディのコーナーキックの守備が少し不安定な感じがありますね。そうですね、もったいないですね、こういったところで失点するのヴェルディとしては。まあ、ここ何試合か失点のなかった東京ヴェルディですが、前節で突入2失点、中に入れた、大野に合わない、寺田から直接ボールキーパー高木を抑えます。今みたいに奪った後しっかりつなげなくなってくると草津としては厳しくなってきますし、はい、あの辺を奪った後すぐまた奪われてしまうとヴェルディのペースかなっていう感じしますよね。さあ中盤でディエゴ倒れましたがファールありません。戸川、菅原、の王の、そうですね、ヴェルディとしてはこういった形でまだ時間もありますので、はい、相手を引き出すようなパス回しでいいと思いますね。大野から広山、左サイドからここまでポジションを変えてきている広山、菅原、ここは草津は無理に取りに行けませんが、これボールを奪うか、彼か、左サイド高田が空いている、ね、その高田にトラップするか、
中に折り返した。鳥塚はシュートできなかった。そのまま打っても田島さん良かったんじゃないかなって感じもしますが、そうですね、ちょっとこのボールが1本流れたのでね、ゲーム前はバウンドボールに対してボールが止まるようなピッチ状態だったんですけど、はい、今見ると少し湿っとるというかボールが流れるんでね、今ね、高田が目測を誤りましたね。ビッグチャンスでしたが草津は追加点奪えません。逆にベルディは空いた形でゆっくり回しの中で奪われると、はい、カウンター食らいますね。シューバからディエゴ、ディエゴはここまで11ゴール。ここも外です。ここからの組み立て方ですよね。ベルディは誰かがボールを奪うが、ディエゴがボールを逆に奪い返した。あーっとこれ激しいプレー。貝本縦に行く、コーナーキックを取りました。18番の貝本、非常に厳しい表情のラモス・リー監督。そして22番の服部がゆっくりとボールをセットしました。ベルディ前半3本目のコーナーキック、中央にディエゴ、ニアサイドのシューバー、ファーサイド、ここには誰もいない。少しキックミスですかね今、コーナーキックに対して合わせる選手はいませんでした。もう一度手前のタッチを割りました。とにかく東京ヴェルディは J1 昇格のために残りの試合を戦うということになるでしょう。小川、このボールを奪った草津、ベテランの土屋、長いボールを東京ヴェルディに入れてきました。ベルディはこの試合も含めて残りが4試合、ここからが本当の正念場だとラマス監督も語っています。そうですね、まあ、1位と2位が抜けている感がありますけども、さあ中に入って復帰復帰復帰決まった。9番の復帰、前半26分、同点ゴール、東京ベルディ1969。これで36ゴール目、 J2 最多ゴールまであと1とする復帰のゴール。復帰の周りに4人いたんですけどもね、ディフェンスは強引に割って入って最後はシュート、得意の左足で同点だ。前半の26分に東京ヴェルディ1969が同点に追いつきました。J2 の通算の得点ランキングはザスパ草津の高田が現在4位です。そして復帰が60ゴールで並んでいましたが、この先ほどのゴールで J2 通算得点ランキング高田に並びました。4位タイということになりました。中に上げる、キーパーの高木が出ました。J2 の通算得点はマルクスの74、バレーが71、ジュニーユ65、そして草津の宝と先ほどのゴールで復帰が61と並んでいます。広山から中に縦に送ったが復帰には通らない。比較的早い時間帯で同点とした東京ヴェルディ、まあ、草津としては先に1点取って、
一番やられてはいけない復帰にやられましたので、はい、少し疲労感が漂うような感じになると思うんですよね。あれやはり負けが多いチームだとなんですけど、まだ1対1の同点ですので、逆にベルディとしては、まあ、振り出しに戻ったんですけども、1点取られてもまだ2点3点返す力があると信じて戦ってますので、ベルディの方が少し気持ち的に優位になりますよね。こういった形で依然厳しい表情のラモス・ルイ監督、復帰の同点ゴール、2004年に当時の J2 川崎フロンターレのジュニーニョが記録した年間37ゴールまであと1ゴールと先ほどのゴールで迫りました。しかし復帰はあくまでも J1 に昇格することが目標。ここもディエゴに対して激しいプレーです。彼方の接触プレー、やっぱりディエゴ復帰に対しては飛び込んでしまうと、やはりいろんなもプレーを想定してますので、彼らは前半も30分を過ぎました。しかし今見てもディエゴは表情一つ変えません。復帰、ディエゴともにイエローカードの累積で、この試合で1枚でもイエローカードが出ますと2試合、この試合以降の2試合に出場することができません。佐田がクリアして広山に当たって手前側のタッチを割りました。前半30分を過ぎました。スローインから佐田が大きく前線に、このルーズボールはザスパが拾った。佐田が左サイドを見ている。いいボールですね。ちょっとトラップが長くなってしまった。しかし寺田からベテランの秋葉、秋葉は今日の試合で J2 通算300試合を達成しました。金かにボールが通るか、出ていません。今出ました、コーナーキックに変わります。35番の金か、J リーグ初ゴールを前半9分に記録しました。一本長いボールサイドに入りましたけども、しっかりと草津選手落ち着いて周りを見てみれば、ああいった形でスペースにランニングをしてますのでね、はい、チャンスが生まれると思いますね。続ければザスパ草津は3本目のコーナーキック、右から1本、そしてこの左から2本目のコーナーキックということになります。まあ、ベルディは2本とも弾くことはできないんでね。松下から中央にファーサイド、誰かに合いませんでした。誰かにファーサイドを合わせようかというボールでしたが、ヘディングはできませんでした。下からの素晴らしいボールで彼からの先制点。試合前、植木監督がその松下に対して、やはりディエゴにしっかりとマークをつけるという指示を出しているようです。縦に送ったそのディエゴ、依然1対1の同点です。前半の9分に草津は彼からの J 初ゴールで先制点。ザスパは3試合連続の先制点です。一方の東京ヴェルディは慌てることなく、前半の26分に9番の復帰が今シーズン36ゴール目、4試合連続のゴールで同点に追いつきました。ディエゴ、そして復帰、まあ、こういった形で背負っていてもシュートまで持っていく力がありますんでね。そうですね、今回の草津戦ではハットトリックを達成し、それ以降10試合で13ゴールを挙げている復帰。ディエゴから復帰には通らない。ここは戸川、ベルディは前節と全く同じスターティングイレブンで試合を進めてきています。
節は3点取った後に2失点ややクロスボールに対するディフェンスがボールウォッチャーになっているところもありました。トスに1点を奪われてなんとか3対2で逃げ切ったという東京ヴェルディ。 J1 昇格を考えるともう負けることは許されないというゲームが続きます。服部、キャプテンの大野、そして終盤ちょっとトラップが長くなった右サイドから貝本が上がっている。縦にボールを送るがこのボールは通りません。広山にボールを通しました。前節が終わって広山は復帰とディエゴといううちのいい形で得点できたのが前節は良かったと試合を振り返っています。僕高校の同期なんですけども、昔から非常に足の速い選手で、あと頭脳的なんですね、非常にあの頭がいいので、千葉県の習志野高校出身の広山、しっかりとゲームを読みながらプレーをしてますよね。そして得点能力もあるチャンスメイクもできる、このあたりはやはりベルディにとっても大きいですね。そうですね、高校の時は得点はなかったんですけども、はい、そうですか、はい、チャンスメイクは非常にしてましたね、はい、ボールをキープしています。ザスバクサツ縦に入れてこのボールは東京ヴェルディ土屋が応対しました。ヴェルディはこういった土屋を中心として、まあ、本当に開幕当初は、まあ、新しい選手が多かったのでね、はい、寄せ集めのチームというような印象ありましたけども、非常に試合を重ねることにチームとして成熟してますよね、ヴェルディは。そうですね、縦に送って田中がクリアしました。この選手は20番の広山、パラグアイでの、まあ、プレー経験もあります。非常にプレー経験豊富な広山。あ、これはいいボール見てますね。貝本前が空いている、シュート。貝本がここは思い切って狙ってきました。いいシュートでしたね。よく見てましたね、逆サイドまで。J2 通算50試合までこの試合を含めてあと2試合、次のゲームで50試合達成という貝本です。山田さん、はい、その貝本選手なんですが、8連勝中と波に乗るチームですが、自分たちの形が作れれば必ず勝てる、まずは自分たちのサッカーを続けることが大切なんですと気持ちを引き締めていました。なるほど、まあ、良い準備をして自分たちのサッカーで草津戦に挑みたいと話していた貝本、思い切って先ほど狙ってきました。中に送る、土屋のクリアが中途半端になった。大野がクリアした。シューバ一旦佐田が本田に下げました。本当にヴェルディは二極的な攻め方というか、やはりこういった個人力高い選手揃ってますので、どうしても相手が引くような試合が多いと思うんですけども、そういった中ではしっかりとボールを動かし、まあ最後は復帰の先ほどありましたけども、復帰の個人の能力でも点取れますのでね、そういった戦い方もできますし、まあしっかりとやはり先ほど言いましたように土屋を中心としてしっかりと守備から早いカウンターもありますので、持たせると簡単にゴール前まで行かれてしまう、はい、逆に突き合って攻めてしまうとそのカウンターを狙ってるっていう、非常に守りづらいチームになってますよね、ヴェルディは。本当に開幕当初は先ほど言いましたけどちょっと難しいかなっていう印象はあったんですけども、まだまだ新しい選手ばかりでもう少し時間がかかるのかなと思ったんですけども、やはり第2クール始まって、まあ、7連覇ありましたけども、 それ終わった頃にはもう完全にチームとして出来上がってきましたね。まあ、7連敗という長い長いトンネルを抜けてヴェルディが一回りも二回りも中盤から終盤にかけて力をつけてきたという印象があります。現在8連勝中の東京ヴェルディ、そのヴェルディに対して草津が前半9分に先制、田中からのいいボールになったか、向こう側のタッチを割りました。
前節が終わって突戦ですが、ラモス監督は2点取られたが失点はある程度仕方ない分、それよりも勝ち点3を取ったということに意味があるというふうに話していました。ディエゴからのボールは通りません。1対1の同点です。ベルディは点取られても勝つ力がある、はい、草津は今7勝してますけども、2点取られたゲームで勝ったゲームはないんですよね。そうですね、はい、はい、本当今の1失点が最低ラインですよね。草津は高田がボールを持った。高田が反転してシュート、キーパー高木の正面でした。一つ彼の得意としている角度ですから少し距離がありましたね。今日のゲームで302試合を達成した高田、秋葉より一足早く300試合に達成しました。山田さん、はい、その高田選手、ベルディ戦は耐える展開になると思うが少ないチャンスをしっかり決めていきたいと意気込みを語っています。まあ、ここまでチャンスは演出していませんが、非常に運動量という面でもこの高田は目を見張るものがあります。広山がボールを奪った。服部がスルー、大野、ディエゴ、シューバ、ちょっとトラップが長かったが中に行く。桜田がここはスライディング体を張りました。ベルディらしいですね、逆サイドからうまく時間をかけると非常に難しいんですけども、そうですね、今のは3本、4本、5本、6本通してサイドに持っていく。最後このシューバーですね、フリーになりましたけど、はい、シューバーです。コーナーキック右から、東京ベルディは4本目のコーナーキック。ディエゴシュートは打てない。桜田、このボールは寺田には通りませんでした。前半も41分が過ぎました。山田さん、はい、ここでザスパクサツベンチから照明をつけろという指示が出ています。見た目かなり、暗いという小田島さん感じもしますけど、まだ照明はついてないんですね。そうですね、試合前ちょっと上監督と話してたんですけど、その時ちょうど照明をいつつけた方がいいのかという話をしてましたので、年に2回しか使わないスタジアムなんで、ね、そうですね、長野県松本市にある、ザスパ草津の、セカンドホームとしている球技場あるんです。完全につくには10分かかるらしいので、なるほど、はい、早めにつけといた方がいいですね。前半の41分を過ぎたということはもう前半のナイター照明の点灯はなさそうです。彼かがオフサイド。この松本のアルウィンですが、平成13年に総合球技場アルウィンがオープンしました。オープンして5月には記念試合として J リーグチームや関空のチームを招聘して試合を行ったそうです。立ち見席が4000席、そして、客席が16000、収容人数は2万人です。非常に選手としてはやりやすい、スタジアムですね。スタンドとピッチが近くて、本当に松本空港に隣接している形で、150ヘクタールの公園の中に位置するアルウィンです。その他陸上競技場などですね、ドームの施設もあるということで、非常に施設に恵まれたこのアルウィンです。笛が鳴りました。ザスパ草津のフリーキックになります。ここでようやくナイター照明にポツポツと火が灯ってきたという状況でしょうか。山田さん、はい、草津の選手なんですが、ゴール裏にサポーターが集まる試合というのがなかなかないため、そうですね、はい、サポーターと近いから嬉しいということで気合がひときわ違うようです。なるほど、ホームにしている県立敷島公園県営陸上競技場は、ゴール裏にお客さんを入れないシステムになっています。こういった雰囲気でホームで試合ができる喜び、選手たちももちろん感じてのプレーということになるでしょう。明るくなりましたね、一気に。ここでナイター照明が灯りまして、一気にピッチが明るくなりました。
になった。復帰キーパーの本田が出る。シュート決まったか。いや、これは鍋島さんの笛が鳴りました。その前にファールがあったという判定です。ちょっと今、この間のディフェンスとキーパーの間ですけども、コミュニケーションが尾本と復帰、この後ですね、あ、最後はディエゴがシュートをしましたが、復帰のファールということになったでしょう。終盤で非常に激しいボールの奪い合い。前半44分が過ぎました。先制した前半9分にザスパクタツ、決めたのは35番、 J 初ゴールの彼か。シューバがボールを持って復帰に渡した。復帰が中に行く、中に行く、そのままシュートか。ここも狭いところを狙ってきました。スピードのある中で切り返しができる選手なのでね、あまり日本人にはいないんですよね、こういったプレイヤーは。そうですね。アディショナルタイム1分です。前半アディショナルタイム1分です。前半手元の時計で45分を過ぎました。アディショナルタイムは1分。1対1の同点です。前半ここは草津はディフェンスラインでゆっくりとボールを回します。ゆっくり回しますけども、これ奪われてしまうときついんですよね。助かりましたね、今の尾本、そしてベテランの秋葉、先制点の彼か。ここはトカーから服部、ムッキー、ディエゴ、そして広山。このトライアングルも非常に草津としては怖い。ディエゴ、ディエゴ、あー、笛が鳴りました。ファールあって東京ヴェルディボール。手元の時計ではアディショナルタイムの1分を経過しました。ここで前半の45分が終了しました。前半の9分に草津はご覧のカレカが J 初ゴール、コーナーキックから見事なヘディングシュートを決めました。そして前半26分には9番の東京ヴェルディ復帰が細かいところから自ら持ち込んで左足でゴール。4試合連続ゴールとなって、これで36ゴール、 J2 の年間最多得点にあと1ゴールと迫る復帰のゴールで1対1の同点です。この時間は2007 J リーグディビジョン2第48節ザスパクサス対東京ヴェルディ、前半終わって1対1、クサス対東京ヴェルディは1対1の同点です。地上最強クラブを決める戦い、絶対王者へ、トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップ11月4日チケット最終販売。雨の日、選手の気持ちが勝敗を左右する。だからファンやサポーターの力が物を言う。スタンドから声援を送る。熱いプレーで跳ね返ってくる。俺たちの声が選手を動かしているって実感がある。だから雨の日の応援ってなんだか誇らしい。2007メジャーリーグベースボール、スカパーならシーズンオフでもボールパークの激闘をお届け。 MLB 史上に三段と輝くマイルストーン達成の感動シーンや日本人プレイヤーの活躍を中心によりすぐりの好ゲームを放送いたします。2007 MLB スペシャルアンコールであの興奮をもう一度。詳しいお問い合わせはカスタマーセンターまで。
ここまでの放送は日清トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップの提供でお送りいたしました。それでは引き続きクラブ応援コーナーをご覧ください。金本智明39歳鉄人と呼ばれるには秘密がある。日本全国鉄人化計画始まる。ハイテク VM トリンク金本智明39歳疲れない男は疲れない体を持っている。日本全国鉄人化計画始まる。ファイテン VM トリンク詳しくはウェブで。ファイテン。クラブ応援コーナーです。今日は長野県松本市にあるアルウィンで試合が行われているということで、長野県サッカー協会専務理事の西村さんにお越しいただきました。西村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて西村さん、長野県には現在 J リーグのチームはまだないということなんですが、 J 加入を目指して頑張っているチームがあるそうなんですよね。はい、今長野県では2つのチームが J を目指して頑張っています。まあ、一つは AC 長野パルセイロ、もう一つはこのアルウィンを本拠地にしております松本山雅フットボールクラブ、この2チームが J を目指して切磋琢磨しております。現在その2つのチームどんな状況なんでしょうか。はい、ここ2、3年、両チームが常に優勝を争ってきておりまして、で今年は、松本山雅フットボールクラブが勝ち点は同じですけれども得失点差で優勝を勝ち取りました。でこの11月23日からこのアルインを中心に行われます地域リーグ決勝大会に進出することになっております。そんな2つのチームを後押しするべく、来月には J のクラブを信州にというフォーラムが行われるということなんですよね。どんな内容なんでしょうか。はい、まあ、今年 の、 あの2月に第1回目を行いまして、今回は第2回目ということで、企業、それから自治体、そして市民、この三位一体による盛り上がりで J クラブということでですね、今回は主に自治体にターゲットを当ててのフォーラムになります。講師も訪れるということなんですよね。はい、講師の方もいらっしゃるということですね。はい、講師はですね、元鹿島アントラーズの施設応援団のカーズさん、それからFC の立ち上げに非常に苦労された友近さん、この2人の方を講師にお迎えして講演をしていただくことになっております。貴重な話が聞けそうですね。はい、そうですね、この松本山がそれから長野パラセンにとって非常に有意義なフォーラムになるのではないかというふうに期待をしております。ますます盛り上がってほしいですね。はい、さて現在試合が行われているザスパクサツ、1対1の同点で折り返しとなります。草津一言お願いします。はい、このアルインでは残念ながら今まで J をやって、ホームチームが勝ったことがないんですね。そういった意味で今日はザスパ先制点も取りましたし、ぜひとも追加点を取ってこのアルインで勝利を、そういったことを期待しております。歴史に残る一戦にしたいですね。はい、以上クラブ応援コーナーでした。アクアセラピー、ミナクア。それはあなたをセラピーする水。アクアセラピー、ミナクア。天然水。アクアセラピー、ミナクア。それはあなたをセラピーする水。アクアセラピー、ミナクア。天然水。この後はお知らせを挟んで前半のハイライトです。ここからの放送はドガッチの提供でお送りいたします。
未だかつて誰も足を踏み入れたことのないその頂上に今日人類が初めてたどり着きます。いよいよです。ついに頂上が見えてきました。頑張れ古川、もう少しだ。あ、カメラこっちです。古川さん、どうしました？古川どうしたんでしょう。あと一歩なんですが。体力の限界ですかね。さあドガッチへアクセス。ビッグイヤーを目指す熱き戦い、 UEFA チャンピオンズリーグ07-08 シーズン、グループステージ第3節、10月23日に行われる8試合の放送予定はご覧の通り。24日には中村俊輔が所属するセルティックが登場。レアルマドリード対オリンピアコスなど注目の対戦をお見逃しなく。衛星 CM55、 インターネットで全国 CM を買いませんか？驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意し、ナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき、売り上げアップ。衛星 CM55、 詳しくはウェブへ。CM 決まったわよ。スカパーの E2。 おーすげえ。で、E2 って何ですか？E2 っていうのはイージーエントリーとイージーエンターテイメントの略。デジタルテレビに入ってて簡単に見られる多チャンネル放送のことなのね。スカパーおすすめの69チャンネルが今すぐ楽しめるってわけよ。例えば映画とかスポーツとかバラエティとか他では見られないコンテンツがたくさんあって。聞いてんの？デジタルテレビで E2 by スカパー、16日間無料。電話します。2007J リーグディビジョン2、ザスパクサス対東京ヴェルディ1969、前半終わって1対1同点です。前半9分に草津はカレカの J 初ゴールで先制点、そして東京ヴェルディは26分に復帰のゴールで同点としています。ではこれ前半をハイライトで振り返っていきましょう。さあ注目の復帰ということになりましたが、まあ、小田島さん、試合開始早々から積極的でしたね。そうですね、俺が決めてやるっていう気持ちが伝わりましたね、今のも。そしてこのファールでフリーキックを得た東京ヴェルディ、前半の8分です。復帰の直接狙ったゴールですが枠を捉えることはできませんでした。一方の草津は前半9分、その直後にコーナーキックから彼からの先制点、見事な落ち着いたプレーでしたね。そうですね、うまくマーク外しましたね。フリーでヘディングシュート、 J 初ゴールの彼か、まあ、キックも良かったんですけどね、完全にマークを振り切りましたね。彼かのゴールで草津が先制。そして26分、人数は草津足りてたんですが、それを割って入るかように復帰のゴール。いやー強いな復帰という感じですね。やっぱりスローインからですね、なおかつこの角度のないとこから、はい、尾本を背負って2人かわしてこのゴール。そして同点とした後にヴェルディはチャンスがありました。43分、これがキーパーのファールということで得点にはなりませんでした。ちょっと草津の連携ミスもあったんですが、助かりましたね、逆に。前半は1対1です。放送席植木監督です。まず前半戦を振り返っていかがでしょうか？ディフェンスに関してある程度できてるんだけどね、やっぱり後ろは構築できてなくて、失点の場面もそのスローインにしないでよかったはずなんでね、そういうこうもったいないところがあるんで、もう少し構築をしっかりしなさいということを言ってるし、攻撃に関してはもうちょっとボールを動かせたはずなんで、しっかりボールを動かしなさいという指示出しております。ありがとうございます。前半を終えた植木重治監督のお話でした。まあ、できている部分とできていない部分、それぞれお話になってましたけれども、はい、やはり失点の前の部分をちょっと植木さんは気にしてましたね。そうですね、やはり今出てますけども、彼の能力が高すぎるので、その前で防げるものはやっぱり防ぎたいんですよね。おっしゃってましたけど、やはり
簡単にあの位置からスローインフリーキックを与えてしまうと、また彼の能力を出せる場になりますから、先制したのが35番の草津の彼か、そして先ほど映った9番の復帰の同点ゴール、1対1の同点です。なお両チームメンバーの交代はありません。左にエンドを取った東京ヴェルディ1969、2004年ジュニーニョの年間最多ゴールまであと1と迫った復帰、そして今度は右から左に攻める紺のユニフォームがザスパ草津。まあ、草津としては、いろんな意味でどんだけ我慢できるかっていうところですよね。まあ、耐えしのぐのはもちろんそうなんですけども、奪った後のボールの浮かし方も、あまりリスキーな浮かし方をするとヴェルディはそこ狙ってますので、ですけども逆に得点を奪いに行くには、最終的にはリスクの高いプレーをしなきゃいけないんですけども、その辺の駆け引きというかバランスは難しいんですけどね。少し試合後半のキックオフが遅れていますが、大本選手が今遅れて円陣に加わります。今3番の大本がザスパ草津、これで11になりました。右から左に攻めるザスパ草津、まもなくアルインは後半の45分のキックオフです。今45分のキックオフ、右から今度は左に攻める紺のユニフォームホームのザスパ草津、一方左から右にグレーのユニフォーム東京ヴェルディが攻めます。まあ、両チームともにメンバー交代はなしでポジションの変化もなさそうですね。草津は前半から3ボランチ気味で進めてはいるんですけども、9番の高田が主審の鍋島さんにアピールしましたが、向こう側からのスローインに東京ヴェルディに変わりました。ディエゴ、ここも笛が鳴って草津ボールに変わります。まあ、草津としてはこういった上位のチームに対して、後半の回数と失点が多いのでね、まず一つはそこのポイントですよね。立ち上がりはまずは失点に草津は気をつけたい。東京ヴェルディはしっかりと様子を見ながら点を奪っていきたい。最終ラインで草津がボールを回して縦にボールを運びましたが、松下にボールは合いませんでした。秋葉がボールを持って、佐田がこのボールも少し長すぎました。前半は1対1、後半がスタートしてまだ両チーム動きがありません。ディエゴ、まあ、柏レイソルの時よりもかなり体が絞られて、まあ、スマートになってきたというこのディエゴ。縦に行く、あ、このマンツーは取らない。なんとかここはヴェルディがクリアした。復帰、そしてディエゴは前線から激しいプレッシャーをかけています。その中で秋葉、もったいないですね。今のもしっかり奪って中盤の秋葉が落ち着いてボールを動かしたんですけども、彼からの戻りが少し遅かったですね。空いたところをしっかりときっちりこなさないとやはりチャンスは生まれないと思うんですよね、草津としては。まあ、ザスパ草津は現在11位、まあ、シーズン今年で3年目になりますが、まあ、1段階ずつ順位を現在のところまで上げてきています。まあ、順位もそうですけども、やはり一つ一つ積み重ねないことには、今のプレーもそうですけども、この後ですね、寺田がボールを奪って彼かにいいボールか、ちょっとこれも長すぎるか、合いませんでした。
山田さん、はい、東京ヴェルディ1969ラモス監督のハーフタイムのコメントです、はい、サイドからもっと攻撃を仕掛けていこう、うん、そしてもっと早く攻撃を展開しようと送り出しています、はい、もう少し早めに小田島さん仕掛けていこうというラモス監督の指示ですが、これはどんな風に見ますか。前半の最初の方からやはりヴェルディがショートパスでつないで前半戦につなぐシーンが多いんですけども、はい、それどっかのタイミングで仕掛けたいと思っていると思うんですけどもね。あとはサイドと言ってましたけども、このボールスシューバー、左サイドの広山が高いワイドに開いてますけども、はい、まあ、そこを使うことによって逆にまた中央のスペースが空くので、そうですね、こういった形で9番の復帰、中央には31番のシューバー、復帰が自らシュートか中に送りました。本田がボールを抑えました。そうです、今のもそうですよね、平山あたりを使うことによって、まあ、彼にはボールを持つ、あと動きで平山の動きですよね、あの辺で復帰にスペースを与えてますので、積極的にサイドを使うことによってまた彼らの松下のシュート、ちょっと遠かったですね、今のは遠目から積極的に松下がってきました。先制点を奪ったザスパ草津、上位チーム東京ヴェルディに対して先制点を奪いました。しかし前半26分に9番復帰のゴールで東京ヴェルディは同点に追いつきました。まあ、このスローインも先ほどのシーンと復帰から秋葉が倒れたが増えられません。大野、後半5分が過ぎました。右サイド18番の貝本、かなり狭い局面で大野、桜田がクリアした。ラモス・ルイ監督50歳です。そしてそのラモス監督からキャプテンマークを携えた大野、復帰がボールを持っている。菅原、4番の田中に当たりました。まあ、失点シート全く同じですね、チャンスの作り方が。そして松下も草津は倒れています。左の肩を押さえています。4番田中選手も倒れています。田中は今3番の尾本と体の伸ばすようなシーンを終えました。30番松下、そして田中もどうやら大丈夫です。さあ草津はこの後集中を切らしてはいけません。中に上げてリング、シューバーのヘディング、ヴェルディとしてはビッグチャンスですね。今のはいいボールですね。これハントリーからのボールでした。5人入ってましたかね、今そうですね、クロスに対して後半の立ち上がり得点を奪いに行くという積極的な姿勢を見せました。横浜 FC をまあ戦力外通告されて東京ヴェルディ1969に入団しましたシューバー、ハントリーからの素晴らしいボールでした。フッキーのシュート、ここも積極的に狙っていきます。1人選手が倒れています。桜田でしょうか。桜田が倒れていますが顔を押さえています。少し今ボールを打つ時にディエゴと、桜田のジェスチャーを見ると肘が入ったという、肘が入ったのではないかというアピールです。ここは植木監督は激しく大円の審判に大きな声を出しましたが、このシーンですね、ここですね、桜田はまだピッチの外、植木
なんか必要にここは第4の審判に詰め寄ります。今リプレイの映像を見てどうなんだということで声をかけていますね。さあ試合は始まっている9番の高田、10番松下のシュート、高田ここでボールをキープできるか。ここも激しいプレー、後半お互いの激しいプレーが連続で行われています。高田とシューバの競り合い、少しゲームが激しくなってきましたね。1対1の同点、お互いともに次の点は早い段階で欲しいというふうには思ってるでしょう。フリーキックのチャンスはザスパ草津、ここは東京ベルディの復帰が一人残っています。こういった時にもしっかりとケアしたいですね。今寺田が駆け引きしますけども、松下のリスタート、ニアサイドかファーサイド、いいボールだ、キーパーの高木に触ってボールが出ました。非常に精度の高いボールを蹴ってきます松下。前節の試合でも素晴らしいゴールを決めました。今シーズン3得点目、前半からコーナーキックはチャンスになってるんでね、ここも動いてますね中野選手が。真ん中に彼か、そして4番の田中、そうですね動いてますね、元の3人が流動的に動いている。激しいここはポジションの駆け引き、低いボールだ、ディエゴヘディングでクリアした、まだボールを持っている草津、中に行く松下、松下落として秋葉、これはキーパーの高木か、彼からもう一度上にシュートはできない。この後ですね、この菅原からシューバ、桜田がいいポジション取りをしていました。よく触りましたね、今通ってしまうとベルディのパターンでしたけどね。今のも今のシーン、松下が中に割って入って、秋葉らしいですね。あ、いいところを見ていました秋葉。このゲームで J2300 試合を達成しました。ボールを奪った寺田、ああいったところなんですよね、周りの選手が声をかけることによって寺田はキープできると思うんですけども、簡単にボールを壊れてしまうとまたベルディのペースになってしまいますので、こういった細かいプレーを積み重ねない限りは支配できないと思うんですけどね。左サイド東京ベルディ、中に送りましたが草津の選手に当たってコーナーキックになりました。後半1本目のコーナーキック、結果奪われこういった形でコーナー取られてますので、後半1本目のコーナーキック蹴るのは大野、中央にヘディング、これは合いませんでした。シューバがボールを取りに行きましたが、ゴールキックに変わりました。最後スライディングしましたけど、非常に運動量のある選手ですね。あ、これコーナーフラッグが取れてしまったというシューバの先ほどのシーンでした。少し痛そうですね、ちょっと切れてる感じ映像から見るとしましたね。大丈夫ですかね。とにかく J1 昇格に向けてという東京ヴェルディ1969、ここはやや本田がゆっくりボールをセットすることに対してゴール裏の東京ヴェルディ1969のサポーターが大きなブーイング。後半手元の時計で13分を過ぎました。1対1の同点、抜け出すか高田、
カレーカが競った桜田、寺田、秋葉、田中が出すところを見つけています。近いところ秋葉を選択、大本、パスですね、桜田、あーとここは息が合わない。早い展開、ここから東京ヴェルディか。松下がいいディフェンスを見せました。画面抜かれるのが一番怖いんでね、注意したいですね。今日は草津の松下が、まあ、シュート、それからディフェンス、まあ、フリーキック、コーナーキックなど、素晴らしい動きを松下が見せています。山田さん、はい、その松下選手のキックに関して植木監督は正確だということで太鼓判を押しているんですが、はい、松下選手本人はこれだけみんなと練習していれば合うのが当たり前だということで話していました。まあ、そのあたりは小谷さん、もちろんプロ同士ということになりますので、はい、まあ、あのフォワードの好きなこう足の方にしっかりと蹴ってきたりと、そういう細かい部分もやっぱりキッカーには必要になってくるんですね。そうですね、特に松下なんかはその辺をしっかりと考えてキックの種類を選んでと思いますし、まあ、ストレートボール、アウト、イン巻き、いろんなボールを考えて蹴ってると思いますね、はい、彼は。今松下からのボール、高田がシュート、ここは思い切って狙っていきました。10番が松下、非常に今日はもともとボランチの選手なんですけども、まあ、桜田、左に桜田、中央に秋葉、右サイドに松下と非常に我慢してますよね、3枚のボランチは。復帰の、まあ、ゴールの供給源となるディエゴの警戒という3枚のボランチ、そのディエゴが中央にゆっくりと動き始めました。一旦下がります。ディエゴその間を入って広山、左サイドに服部、復帰は中央に、ニアサイドに広山、復帰か、笛が鳴って東京ヴェルディボールです。ライン、そのラインに復帰が入ってきた。オフサイドです。今のはよくライン合わせましたね。前半1対1の同点で後半の16分が過ぎました。J1 昇格に向けて負けられない戦いが続く東京ヴェルディ。1年での J1 昇格復帰はなりませんでした。1993年から J リーグが開幕して2年連続優勝の名門が J1 復帰まであと一歩という手の届くところまでこの J2、 J2 終盤まで来ています。終盤まだボールを持っている。ゴールキックに変わります。山田さん、はい、J1 復帰へ向かうこの東京ヴェルディキャプテンマークを巻く大野選手なんですが、群馬県の前橋商業出身なんです。そうですね、はいはい、そして昨シーズンは怪我に泣かされていただけあって、今シーズンの目標は J1 復帰に加え怪我をしないということを掲げているんです。あの怪我に悩まされた時期もあったこの大野なんですが、さあ右サイド空いている松下、その右を使う、シュートか、中に折り返してフリーダシュート、こぼれている。桜田のシュートはバーの上、中田もよく合わせましたね。最初草津ビッグチャンスは生かせなかった。これいいボールですね。高田のシュートも非常に難しいシュートだと思うんですけども。そうですね、はい、最後は桜田のシュート少し力んだか。依然1対1の同点。ディエゴ、草津
松がクリアして彼かがボールをキープ。激しいプレー、ファウルありません。彼かが前線に長いボールを蹴り出しました。ザスパクサツは前半3本のシュート、一方の東京ヴェルディは前半10本のシュートを打ちましたが、そのうちの7本が復帰のシュート。お互い1点ずつを入れて1対1の同点。後半もすでに18分。今度は草津のサポーターから大きなブーイング。面白いですね、両チームともにキーパーに対して大きなブーイングをしてますね。右サイドの貝本、運動量豊富なシューバ、復帰まだボールを持つ。得意の左足のシュートが炸裂するのか。広山から服部、復帰がシュートだ。この位置からも狙ってきます。今のワンコントロールで、この後ですけども、ワンコントロール左にコントロールしても最初から狙ってますよね、しっかりと。まあそこでも決めれる自信があるのと、実際入ってますからね。は今日のゴールで今シーズン36得点目。2004年当時の J2 川崎フロンターレのジュニーニョが記録した37ゴールまであと1と迫りました。東京ヴェルディはこの試合を含めて4試合。しかし復帰は得点よりも J1 に昇格することが目標ですと語ります。過ぎました。今年の9月15日には最愛の母マリアさんが他界したラモス・ルイ監督、ブラジルに戻ることなく翌日の福岡戦の指揮を執りました。まあ、誰にも不幸を伝えずチームは2対0の快勝、そこからチームが8連勝した東京ヴェルディ1969。20歳で来日し、そして1989年には日本に帰化しましたラモス・ルイ監督。前線に長いボールを入れました。今日ヴェルディが勝てば9連勝。一方の草津はリーグ終盤ですが、なんとか上位を本戦に混乱させたいという試合前の上監督。赤田から松下、そうですね、バックサイド使いたいですね。どうも若干東京ヴェルディ1969のディフェンスラインが下がってきました。ここは土屋が対応した。この切り替えを早くしないとちょっと危険ですよ。シューバからディエゴ、そして復帰のトライアングル、これですね、一つ遅らせましたね。もう一度シューバ、復帰、前線にはディエゴと左サイド広山、笛が鳴ってファールです。でも非常にしっかり考えてますね。今のも対応は明けはしましたけども、後ろのスペースは、桜カバー入ってましたけど、最初は空いていたんですよね。そこをしっかり狙ってますので。ベテランの17番の秋葉、声をかけます植木監督。さあ22番の服部がボールをセット、中に浮かせてディエゴか、秋葉がクリア。あー、これはボールが繋がればチャンス。35番の彼か、2番の寺田、寺田から左サイド桜田、ベルディの選手が帰ってきている、ね、右サイド、あーとトラップが大きくなった。チャンス草津生かしきれず、この後のボールがもう少しゴロなのか、そのまま浮き球なのかっていうところの差だと思うんですけどね。
後半23分を過ぎました。貝本がドリブルで上がる。貝本まだボールを持っている。中に折り返す。ボール球ディエゴから広山、もうシュートまで持っていけません。ベルディ逆にカレカがボールを奪った。9番の高田が右サイドに逃げていく。笛が鳴って土屋のファウル。土屋にイエローカードが出されました。少し苦笑いの土屋。少しそうですね、ディフェンス経験なんですけども、ああいった形でトップスピードに乗ってこられると対応が難しいんですね。累積で土屋は2枚目の累積のイエローカードです。山田さん、はい、その土屋選手なんですが、中学校時代はサッカークラブに所属していたんですが、3年生の時に一度転校したということなんです、はい、そして高校時代の部活書道部だということです。あ、そういった土屋ですけれども、まあ、前節を終えまして最後は運動量でやや年に負けていたと試合後語っていた土屋。ディフェンスのリーダーとして東京ヴェルディを引っ張っている。中に送ってそのままか。キーパーの高木を抑えました。逆に復帰にボールが出るか。佐田が対応しました。まあ、冷静なキャッチからいいところ見てましたね東京の高木。早い展開を見せた東京ヴェルディ、まあ、激しいポジション争い。後半まもなく25分になります。その土屋、あっとこれは貝本のトラップミスという形になりました。まあ、ここで東京ヴェルディは背番号16番の飯尾がすでにスタンバイしています。山田さん、同じくミッドフィルダー20番広山選手と交代するようです。広山に代わってここでスピードのある飯尾が投入されようとしています。まず東京ヴェルディ1969がベンチを越えてきました。さあ、復帰ボールが取った。東京ヴェルディチャンス。ディエゴ今のもこれも東京で生かしきませんでした。一番やってはいけないこのミスなんですけど、寺田は、ここで飯尾が投入されます。先ほどのシュートはディエゴ。ここで背番号16番の飯尾が広山に代わってピッチに入りました。もともとフォワードの選手ですけども、そのまま中盤の位置に入りましたね。後半25分を過ぎたところで東京ヴェルディラモス・ルイ監督が先に動きました。その飯尾、ディエゴから飯尾が縦に走る。まだボールは東京ヴェルディ。復帰代わって入った飯尾、中に送ってフリーか。ディエゴこぼれている。復帰この試合2得点目、2004年 J2 最多得点、ジュニーニョの記録に並ぶ今シーズン37ゴール目を記録しました。うまくここから復帰が走ってました。このキーパー抜いたステップの後が早いですね。バランスを崩さないで、さすが35点6点ですか、はい、37ゴール目上がってる選手ですよね、はい、今の復帰を止められる選手はなかなかいないという、そう試合前話していた植木監督。草津はここで勝ち越し点を許しました。秋葉から復帰が今日2ゴール交代がでも当たりましたね。飯尾選手が非常に入った当初からボールを絡もうという意識の中で彼を経由して得点しましたので、尾本が縦に上がっていく。佐田、1点ビ
ハインドの草津秋葉、まだ昨シーズンから含めて7試合この東京ヴェルディには勝ちのないザスパ草津、あっと倒された30番のカレカが倒されてイエローカードが出ました。変わって入った16番のイーオでしょうか。イーオですね。30番松下選手です。松下が倒されています。彼も本来ならスターメンで出れるような選手なので、こういった時にしっかりとアピールしたいという気持ちがありますね。得点のシーンもそうですけども。さあザスパ草津は同点の大きなチャンスを迎えました。多くのサポーターの前で同点決めることができるんでしょうか。平田が直接か、ここは少しもったいないフリーキックでした。後半の25分を過ぎて東京ヴェルディ1969ラモス・ルイ監督が動いて EO が交代。入った EO のいい動きから復帰の得点に、ね、絡んでいきました。16番の EO、貝本、彼かには非常に激しいプレー、彼かがボールをキープ、ここはキーパー高木は出しません。シュートか、彼かは直接になってきました。後半30分を過ぎました。情報だと復帰は股関節の痛みがあるということで、やや薬で抑えてこのゲーム出場してきているという情報もあります。そういった中でエースの2ゴール、笛が鳴りました。ファウルがあって草津のボール、これはポジションが違うということで戻されます。右サイド草津、ここは早めに中に入れてくる。縦に行くか自分で行くか、非常に落ち着いたプレーの菅原、そして大野のダブルボランチ、木がまだボールを持っている。縦に行こうというところ、30番の松下がクリアした。逆に草津は彼か、桜田から高田、下が走り出しているが左を使う、抜ければチャンス、鳥居塚にはボール通りませんでした。後半32分を過ぎました。山田さん、はい、ザスパ草津ベンチですが、14番フォワードの佐藤雅美選手のところへ佐野コーチが寄っていき、何やら指示を出しています。投入があるかもしれません。そして秋葉、松下はミドルシュートがある、わずかに右、まあ、今日2本目ですけども、ゴールに近づいてますね。2対1と東京ヴェルディが1点をリード。向こう側のタッチラインが終わりました。
この後佐藤正美の投入もあるかもしれないという草津ベンチ。ボールを持っているディエゴ、中に行く、倒されたがファウルはありません。これはオフサイドの判定です。ディエゴが主審の成島さんになぜだという表情、一度止めます。蹴った時のポジションが違うということで、そのポジションからもう一度リスタートということになります。ボールをキープは草津、脇場、ボールはこぼれた、鳥塚体を張った、寺田のシュート、終盤に当たりました。草津国立選手交代です。14番フォワード佐藤正美選手、18番ミッドフィルダーの桜田選手に代わります。そしてワントップへのシステムと変更となるようです、はい、なるほど。中盤の桜田に代えてフォワードの佐藤正美を投入した草津国立、ワントップにするというシステムの変更がこの後ありそうです。その前にスローイン、4番の田中にはロングスローがある。競るのは彼かか、その彼かにつくのは戸川か貝本か、貝本その上を越えていった、ヘディングシュート、9番の高田が冷静狙ってきましたがわずかに外れました。スースーと抜けるような、そうですね、よくあるシーンなんですけども、まあ、狙いとすると彼かに合わせるぞと見せかけてより遠くに飛ばした田中のロングスロー、少し東京ヴェルディの守備を慌てたか、逆に東京ヴェルディ中盤からディエゴ、ディエゴは倒されたが笛はありません。高田がうまく体を入れ替えた、服部との競り合い、笛が鳴って草津ボール、まあ、非常に激しいぶつかり合ったんですけど、ここはラモス監督が大きな声を出しました。大野、やや展開が両チーム早くなってきた。2対1、復帰の2ゴール、川崎フロンターレのジュニーニョの記録と並ぶ年間37ゴールを今日の2ゴールで記録した復帰、終盤大きく枠を外れました。2対1と依然リードしている東京ヴェルディ1969、本日の入場者数5224人です。ボールこぼれている彼か、ファウルありません。一人選手が倒れています。あ、土屋ですね、お腹のあたりを押さえてますでしょうか。クリアボールに対して土屋に当たってもらった形になりましたね。の核として今シーズン東京ヴェルディに加入した土屋、あ、このシーンでしょうか。非常にタフな選手の一人の土屋です。ここは秋葉がキーパーに返します。長野県松本市総合球技場アルイン、1224人のサポーターが詰めかけました。ボールをキープしている東京ヴェルディ貝本、復帰から終盤、中に折り返せない、
川キック、東京ヴェルディ1969は2本目。今のもトリッキーですけども、技術の高さは。そうですね、分かりましたね。細かい局面を1人もしくは2人で打開していく力がある東京ヴェルディ1969。今日2得点の復帰はニアサイド走っていった。ボールをキープして右足で中にシウバ、そして服部。誰かがボールを奪った。代わって入った佐藤雅美が中央、誰かが中に、最後は大野がクリアした。今のシュート持ってけたらチャンスなんですけどね。後半2本目のコーナーキック、ザスバ草津。ベルディとしてはやったらいけないプレーですね。リードしてますから追いつく絶好のチャンス。コーナーキック、いいボールですよ。中央にキーパーの高木、一瞬早く触りました。笛が鳴ってファールがありました。松下が倒されました。早いリスタート、寺田から低いボール、感じるのがやや高田が遅かったか。いいアイデアですかね。草津も同点、得点を奪いに行く強い姿勢を見せています。ラモス監督はこの時間に入ってきたからほとんど立ちっぱなし。スローインは東京ヴェルディ。後半40分を過ぎました。菅原とトリーズカの激しいボールの奪い合い。シューバからディエゴ、イオ、ディエゴ、秋葉、そして左サイド寺田。このボールは手前のタッチを割りました。草津はなんとかこのホームでの同点を狙いに行く。佐藤正美に代えて彼のワントップ、左サイドに彼か真ん中、フリーズが右に高田というポジションですけども、真ん中のサイドを使いたいですね。彼かか佐藤正美か松下、そして復帰、激しいプレー。木がボールを奪ってまだボールを持っている。そしてシューバに、今日2ゴールの復帰はニアサイド、ファーサイドには飯尾が待っている。ここはシューバー時間をかけます。ルーズボールは復帰、ここも激しいプレー、ファールはありません。6番のトリーズか、トリーズか。やや両チームの最終ラインが間延びしてきました。秋葉から高田、スルーパス、低いボール、ここに草津の選手はいない。依然に1対1と東京ヴェルディが1点をリード。8連勝、このゲーム勝てば9連勝、 J1 昇格に向けてカウントダウン。しかし残りの3試合ぐらいが本当の正念場の試合になるだろうとラモス監督が話しています。そういった時にベテランの選手たちがうまくチームをコントロールしてもらいたいということも語っています。
ました草津。本田が長いボール、土屋がヘディングでクリアしました。後半もすでに43分を過ぎました。2対1と東京ヴェルディが1点をリード。前半の9分に草津の彼かが先制ゴール、26分には復帰が同点のゴール、後半に入って26分、9番の復帰が今日2ゴール目。中にはいません草津。勝ち越し点を奪った復帰、これは足にボールがつきませんでした。1969、今日も多くのサポーターが詰めかけています。ハロウィンには5224人、草津と東京ヴェルディのゲームを見守っています。後半まもなく45分を迎えようというハロウィン。飯尾が一旦シュートの体勢に入るか、スルーパス、復帰、細かいプレーからのシュート。逆に草津はトリーズか、今振った瞬間は早めに縦に入れたいんですけどね、ヴェルディの守備が集中してますね。アディショナルタイム3分です。後半アディショナルタイムは3分です。貝本、土屋、戸川、そして服部、さらにはボランチのボールを奪った大野、シューバーあたりも自身に帰ってきて献身的な守備を見せています。秋葉からいいボールだ、決まった。最後触ったのは9番の高中。今シーズン高田の9ゴール目、大事なところでこのベテランがボールを奪いました。8月30日以来、実に10試合ぶりの高田のゴール。秋葉のボールが素晴らしかったですね。放送高田がうまく変えました、高田も見えないところからストライカーらしいボールの入り方、捉え方ですね。山田さん、はい、カルカ選手がピッチ上で倒れています。今担架に乗せられたところです。北選手とのメンバーチェンジがあるかもしれません。ベルディサイドの左サイド深い位置で今ストレッチャーに乗せられました。カルカ一人少ない状況でゲームがスタートしそうです。まだ分かりませんよ、またこの状況で一人少ないのでね。アディショナルタイムは3分、必ずベルディは勝ちに来る、残り少ないですけども。47節では札幌が勝ちました。勝ち点を3加えて87としています。ベルディは負けられない、もう一つ引き分けも許されないという状況がこのゲーム続きます。カレカ選手戻っています。ここでカレカが戻りました。2対2の同点。アディショナルタイム3分、2分17秒を今過ぎました。カレカ、寺田から中にフリーカーバー、佐藤正美か、かき出した東京ヴェルディ。いやー、ナイスキーパーですね。今のビッグチャンス、草津は生かしきれませんでした。時間帯東京ヴェルディは足が止まっています。前節の突戦も3点を入れてから足が止まりました。この時間帯は草津のペース、中に割っていく松下、松下キーパー高木がなんとかコアセーブした。これはゴールキックに変わります。集中してますね高木。
アディショナルタイムの3分を過ぎました。2対2の同点。残り少ない時間で今後半終了のホイッスル。最後まで得点を奪いに行った草津、高田の同点打でドローに持ち込みました。そして東京ヴェルディにとっては復帰の2得点がありましたが、 J1 昇格に向けては非常に苦しいこの勝ち点1。やはり最後の最後まで分かりませんからね。ザスパ草津対東京ヴェルディ1969の一戦は2対2のドローです。2007 J リーグディビジョン2ザスパクサツ対東京ヴェルディ1969、先制したのが草津、東京ヴェルディが同点に前半のうちに追いついて勝ち越し点は後半の26分。しかし残り少ない時間帯で高田が値千金の同点ゴールでドローに持ち込んだ草津。この試合の解説はザスパ草津アドバイザリースタッフの小田島孝之さんでお送りしていますが、小田島さん、はい、本当に最後まで何が起こるかわからないというそういう楽しさも見せてくれたゲームでしたね。そうですね、ヴェルディとしてはリーグの最後まで本当すごくわからないので、ね、この勝ち点に落としたのはちょっと大きいかな。そうですね、まあ、でも気持ちを切り替えて次のゲームに臨むしかないですよね。まあ、今日東京ヴェルディが勝ちますと勝ち点が86となったんですが、引き分けで84、首位のコンサドーレとは勝ち点差で4つの差が、すでに3つの差ですか、3つの差があるということになってしまいました。その前8連勝してましたから、はい、まあ、敗れはしなかったものの連勝がストップした東京ヴェルディ1969、ザスパクサス対東京ヴェルディ1969、2対2のドローです。そして小田島さん、ヴェルディにとっては解説はザスパクサスアドバイザリースタッフの小田島孝之さんですが、まあ、ヴェルディにとっては痛い勝ち点1、まあ、復帰の2ゴールで勝ち切れるという思った方も多かったと思うんですが、そうでしょうね、今日5000人の観客いましたけども、やはり復帰かっていうゲームで、そうですね、終わりかけたゲームですけども、はい、まあ、試合前に草津はカレカ選手、そしてこの東京ヴェルディの方は復帰選手の名前を注目選手に挙げていただきました。2人ともにゴールを奪いました、はい、動きというのはどうだったでしょうか。そうですね、まあ、復帰はもちろん見ての通りの素晴らしい動きというか、結果2点取りましたので、いつも通りのプレーをしていると思いますね。スピード、パワー、はい、テクニック、すべてにおいて一つ他の選手より抜けてるなっていうのは印象を受けました。でカリカにしてみれば、やはりチャンスメイクする時間が非常に多いんですけども、今日は1点取ったことでまた次のゲームから気持ちも変わると思いますし、彼 の, その気持ちのでプレーも少し落ち着けるんではないかなっていう印象ありますね。まあ、対戦期の同点ゴールの高田、まあ、秋葉からのボールも素晴らしいボールが出ました、まあ、ディフェンダーより早くジャンプしてコースを変えて右サイドネットにボールが吸い込まれていきました。草津はこれで引き分けに持ち込んで勝ち点を草津は39に伸ばしています。
2ゴール、東京ヴェルディが勝ち越してそのまま逃げ切ろうかというゲームですが、なんとか草津が同点に終盤、最後まで諦めないプレーで、同点に追いついて2対2、それぞれ勝ち点1ずつを分け合ったというゲームでした。この試合の解説はザスファ草津アドバイザリースタッフの小田島孝之さんでした。小田島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この放送は長野県松本市総合球技場アルウィンからお送りしています。カルガモ親子の映像、本当に可愛らしかったですね。道行く方々も足を止めて見入ってましたね。信号をわざわざ止めてカルガモ親子の道路を横断させてたそうですが、はい、でもドライバーの方もなんだかホッとされたのではないでしょうか。はい、東京でもまだこんな風景が見られると思うと嬉しくなりますね。癒されますよね。続いてはお天気のコーナーです。明日は久しぶりに気持ちのいい青空が見られそうですよ。森山さん、さあドガッチへアクセス。 E2 by スカパーをご覧の皆さんに朗報です。あの人気ドキュメンタリー番組 NHK スペシャルがスカチャンハイビジョンに登場。エジプト、メソポタミア、インダス、古代中国、四大文明の起源と謎に迫るシリーズでは、最新映像技術を駆使し色鮮やかに蘇る壮大な歴史ロマンを楽しんでいただけます。さらにヨーロッパとアジア2つの文明の攻防と融合の歴史をたどる文明の道シリーズでは、アレクサンドロス大王の生涯からローマ帝国シルクロードを経て伝えられた文明の轍をドラマチックに再現します。古代文明の謎に迫る全12作品をご視聴になるには2007NHK ハイビジョンチケットのご購入が必要です。再放送を含め12作品をたっぷりご視聴いただけます。ご購入に関するお問い合わせはご覧のカスタマーセンターまで。ちょっといいですか。あなたは毎月第一日曜日が大解放デーだということを知ってますか。おの、知らないなんてジーザス。大解放デーはとてもありがたい日なんですよ。気になるチャンネルがタダで見られる素晴らしい日。11月のおすすめは映画とエンタメです。次回は11月4日、詳しくはウェブで。2007 J リーグディビジョン2ザスパクサス対東京ヴェルディ1969、第48節は2対2の同点、それぞれ勝ち点1ずつをプラスしたというゲームになりました。それでは試合のハイライトをご覧いただきましょう。松本市にあります、長野県松本市にあるアルウィン、午後4時4分のキックオフ、最初にチャンスをつかんだのは東京ヴェルディ。前半の1分、まずは復帰のファーストシュート、そしてこのゴール前で得たフリーキック、前半の8分です。自ら倒されて直接復帰が狙います。枠を捉えることができませんでした。そしてそのすぐ直後、右からのコーナーキックを草津カレカが先制点、 J 初ゴールで草津が先制します。いや、このゴールは小田島さん、よくフリーになりましたね。そうですね、その前から常に動いていたので何かあるかなと思っていたんですけども、先制されてどうするかヴェルディ。26分、復帰が4人ぐらいに囲まれるんですが、そのままゴール。復帰らしいですね。これで後ろにいても振り切る。同点に東京ヴェルディが追いつきます。これで今シーズン36ゴール目でした。そして43分にはこのシーン、最後ディエゴが蹴り込みますが、その前にキーパーへのファールという判定でした。後半に入って前半と両チームメンバーの交代ありませんでした。
1対1の同点で次の得点が非常に注目ということになりましたが、最初にチャンスは31番のシウバ、もう決定的でしたね。後半の6分、そしてこのシーン、高田がシュートしてこぼれ球を桜田。後半の17分、依然1対1の同点。そしてベルディは後半の26分、ディエゴは倒されて抜け出た復帰。これで2004年のジュニーニュの J2 最多記録37ゴールに並ぶ今日2得点目、勝ち越してベルディがこの時点で主導権を握ります。まあそこによくいるし、よく決めますよね、いいステップで。そして1点ビハインドの草津はアディショナルタイムに入ってから秋葉からのパスを高田がヘディングシュート。いやこのボールも良かったですね、はい、このボールもうまく体そして首をひねってコース変えましたね。そしてその後に草津はビッグチャンスがありました。佐藤雅美のヘディングシュートは高木が触ってるんですね。そうですね、はい、非常に集中しましたね高木は。失点しましたけど、まあ、そのシーンを見ますと今のが決まっていれば勝ち点は1ではなかった、まあ、勝ち点を取ることができなかったのを考えるとビッグプレーかもしれません。その後にもう一つビッグチャンスありましたからね、まあ、後半中盤から終盤にかけてベルディの足がパタッと止まったところに草津がなんとか最後ドローに追いついたというゲームをお伝えしてまいりました。そして今後の対戦もご覧いただきましょう。まずザスパ草津はこの後11月11日に湘南とアウェーでのゲームがあります。そして50節にはホームでセレッソ大阪と、そして51節は11月25日徳島ボルティスとアウェーでのゲームが予定されています。そして一方のベルディですが、次のゲームはこれは大一番になりますね。仙台とのゲーム、これホームでということになりますね。11月の10日第49節、そして50節は試合がありません。51節は11月25日ホームで愛媛 FC との対戦です。東京ヴェルディ1969は残りが3試合となりました。そしてディビジョン1の対戦予定もご覧いただきましょう。 J1 は第31節、まあ、優勝争いも気になります。そして J2 に降格してくる、ですねチームも気になるところなんですが、横浜 FC 柏、横浜 F マリノス鹿島とご覧の日程が組まれています。注目の浦和は、川崎フロンターレとのゲーム、そしてガンバ大阪は千葉とのゲームが予定されています。そしてディビジョン2の第49節、仙台は東京ヴェルディ1969と、東京ヴェルディはホームでのゲームです。そして草津は湘南とアウェーで戦います。首位の札幌は鳥栖と、福岡はセレッソ大阪との対戦です。ご覧の日程が組まれている第49節です。そしてそれでは続きまして J リーグ関連番組のお知らせです。 J リーグアフターゲームショーは21時15分からの放送開始。J1、J2 のハイライトはもちろんですが、試合後スタジアムからの選手のインタビュー、それからスカパーホームページとの連動企画などもあります。19時45分からのタイムシフト放送なども再放送も充実しています。 J リーグ中継後もぜひアフターゲームショーでお楽しみください。そして J リーグナイト2007プレビューショー、試合当日のイベント情報、試合の見どころの紹介など、試合の観戦がもっと面白くなる情報を満載して放送しています。新コーナーも続々と登場予定です。なお次回の放送は11月9日金曜日となります。
お伝えしてまいりました 2007J リーグディビジョン2第48節、ザスパ草津対東京ヴェルディ1969、先制した草津ですが勝ち越し、そして最後には同点に追いつきという、まあ、劇的な同点打で勝ち点1をそれぞれがゲットしたということになりました。アルインはそれぞれサポーターが帰り支度をしているという状況です。2対2の同点、次のゲームどんなゲーム両チームが展開するんでしょうか。終盤に入ってきた J2、 この試合の解説はザスパ草津アシスタントアドバイザリースタッフの小田島武之さんでお送りしました。小田島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この放送は長野県松本市総合球技場アルインからお送りしました。